最後はあのミックスダブルス、はい、ミックスダブルスに特化した戦術があるんじゃないかって思ったんです。で男子ダブルスの時の出すサーブ、はい、要は3球目を男性の方が打つっていうのを想定したサーブ、はいはい、で女性の方が打つと想定したサーブっていうふうに、はいはいはい、やっぱり全然違うのかな。そうですね、基本的には、うん、あの本物的な意味は2人が1人になることですよね。ほうほう、だからどっちかというと同じようなスタイル、プレースタイルだと乗っていけばすごい強いんですけど、両方打っていく感じですごいいいんだけど、ただその相手にそのうまくいかないときは守り方も同じ感じになっちゃうから、ただ卓球怖いのは変化です。ミックスダブルスのどう男性に寄り添った、はいはい、サーブを女性が出すのか、はいはい、男性はどう女性を引き出すために、はい、男性陣もどういう風なサーブとか、ね、レシーブをしたらいいのかっていうのがあると思うので、はい、そうですね、そこもちょっと聞けたらと思います、はいはい、サブチャンネルが登録者1000人いきました。ありがとうございます。めちゃくちゃ力入れてますね。最近超頑張ってます、はい、パートナーがよく練習するとこう横回転とかつけてアップダウンですね、とすごい横回転の下回転切れてるサーブができるけど、でもパートナーがあまり混んでない時には普通だったら、まあ、切れてるとかサーブ切れてないサーブを単純にするとやっぱりちょっと3球目しやすい、はい、ってことはまず、ミックスダブルス組む時に何が、はい、長所というか、はい、得意ですかって聞いて、はいはいはい、じゃあ私は、フォアスマッシュが得意ですとか、はいはい、カウンターが得意ですとか、はい、ブロックが得意ですっていうのをまずデータを聞いてから、はい、それに合ったサーブだったり、話し合うことはとても大事ですね、ま、ずダブルスもそうなんですけど、うん、ミックスもそうなんですけど、うん、多分ダブルスとミックスの似てるところ、まあまあ、みんなダブルスだから、うん、似てるんですけど、うん、サーブ出すときに、うん、サーブ側がサイン出すのが結構見られるんですけど、あのレジスの方も多いんですよね、子供たちも多い、うん、で私がやってた時には3球目打つ人がサイン出すんですよね。ほうほう、あのこういうふうに自分はこれをやりたいからこれを出してくれ、次、うん、取るのは自分だから、なるほど、あのこっちは私はこのサーブがいいでこれを、まあ、その横切り出します、だけどこう構えてる3球目私嫌だよこのサーブ、そのボールが返ってきたら取れないのに出されたらやっぱ嫌になっちゃうんですよね。だから3球目あの打つ人がサインするのもありかなって思います。3球目打つ人の代わりにあなたサーブ出すよ、はい、ってことですね。そうですそうです、自分があの3球目やりたいものをこれを出してあの3球目うまくその行くパターンが結構多いですね。私はどっちかというとそのパターン、基本はダブルスはどっちかリードしててどっちかついていく方、で私もリードして私もリードしてって感じになると結構喧嘩しちゃうんですね、まあ、口喧嘩じゃないけど、そういう考え方の喧嘩とか、どっちも攻める、どっちも守る、じゃなくて、どっちがつなげて、どっちが攻めに行くかって、だからどっちがリードしないといけないですね。だから、もしレベルの差がすごくあるときには、逆に、まあ、サイン、全部、まあ、サーブ出すかは、これ、出す。リードする人は、3球目打つ人も、打つときも、ずっと同じ人がサイン出す。なるほど。まあ、リードしていく感じ。だからリードしてる人がサーブの時にサイン出すのは単純に3球目とりあえずつっついとけばいいよって言ってリードしてサーブ出して、 それは完全に信頼してる方です。なるほど、はい、だからもし完全にリードできる立場がないで状況であれば、まあ、3球目でサイン出した方がいいかな。あ、完全に、まあ、そのリードできる場合は完全に1人がリード1人がついていく、うん、まあ、言われても全部こう、そうすると結構うまくいくパターン多いんですよ。1人の考えそういうですね、はい、二人が一人になることが大事です、ダブルス。だからこっちはうまい、こっちもうまい、でも私はこうして、私はこうして、ぶつかった時にはうまくいかない。二人の脳になっちゃうから。あ、そうですそうです。だから二人の脳が一つになってプラスになっていく。で、技術も二人の技術はどっちか攻める、どっちか守る、二人が技術の方も合併して一人になること。だから二人が全部考え方も戦術も技術も全部一体化する、共同作業で試合を組み立てていくっていうことなんですね。下回転が苦手なのに打ち切り、横回転が苦手なのに横回転出されたら3球目自分が引っかかっちゃうので、うん、あれなんでミスしたの、このボールを打てないから、うん、最初から前もってその練習いっぱいやり込めばそれもありなんだけど、うん、でもやっぱ3球目うまく打てるには3球目打つ人がサイン出した方がうまくいくパターンが結構多いです、うん、
まあ、参考程度でいいと思います、はいはいはい、これもじゃあ参考程度に、はい、ミカさんとダイさんでミックス組んでもらって、はい、でどうなるか僕レシーブしますんで公式の試合とかは公式の試合はないですね。あ、じゃあ本舗初公開じゃないですか、はい、ダブルス基本結構できればフォア使いたいですよね。そう、なるほど、基本的にはフォアが、うん、特に右だ右の方がやっぱフォアの方が、うん、フォア多めに使う、多めに使った方がパトの方が動きやすいってなると、ミカさんはどういうサーブを出す？多分、まあ、サーブ、サイン出してもらって基本は切ったり切らなかったりするサーブ、うん、多いと思う、ね、うん、横回転かかると3球目攻めづらくなるから、うん、やっぱうまくモーションを作ってこう切ったり切らなかったり、うん、相手に迷わせて少しボールを浮かせて3球目で狙っていく、フォアで狙っていく、どこでも。なるほど、はい、で、逆にただつかせるようなサーブを出して、はい、でそれを第3球目。あ、そうですね、そうですね、はい、振り口ないでよ。あ、分かった、分かった、分かった、次はラオカ待ってる、早い。まあ、本当は2人試合やったらうまくいく可能性はあるんですよね。3球目までの話なんですけど、はいはい、もう財産3球目打ったらもう美香さんいましたね、はい、そこに、はいはい、その動きの速さも皆さん注目してほしいと思います。回転の速さ、ブロックの準備、ブロックの準備までも含まれてます、はい、なるほど。ライブさんにあれだけ強さで打たれたら、はい、まず返せないけど、ワンチャン返したとしても美香さん待ってるっていう、はい、チャンス作るのが結構得意なので、リオネーションの一番大きい大会のところでミックスで優勝したんですよ。なるほど、ダブルス結構自分より格上にも勝てた、いつもシングルで勝てない相手に勝てた。ダブルスのプロフェッショナル、そう、だからダブルスのこう自分は決めに行く方じゃなくて作る方、ミスが少なくてチャンスを作ってそう生かせる感じ。だからしつこいです。なるほど、もうバランスが取れてるわけですね。はいはい、でも私のリオネーションのパートナーはモードを打つんです。あ、どっちかというと本気に当てたら多分ちょっとブロックは守りがちょっと多い感じかな、うん、で私も守りだから、うん、バランス的にはもうちょっと打つのがいいですね。なるほど、今のでもサーブもしっかり順したというか縦回転なので、はいはい、なんかチキータ狙いづらいし、はい、ぶっちゃけフリックあれだけ低いとフリックもしづらいし、フリックされないようにこう低めにどうしてもつかなきゃいけなくなるけど、はい、払われないようにぶち切りも出すんですよ、うん、ただまあ、基本3球目行かせたいから、打ち切り1回出して見せかけて、それから全部基本は切らないやつで3球目でも相手が振り子しそうって感じたら打ち切り出すんですよ、また。なるほど、うん、でそれで振り子しちゃったらネットミスになったらもう思う通りにこうずっと突いてきてくる、切れるサーブみたいな感じで出せて、こう切れてないサーブで3球目行かせる。でも低く出さないとダメです。そうです、高かったら一発でやられるので、高さは工夫、はい、しないといけないです。じゃあ、はい、行きます。あ、兄ちゃん、横待ってて。フリックしたのに。今わざと黙ってフリックしたのに。はい、以上両方待ってるんです。あ、両方待ってたんですね。はい、基本は下回転なんだけど、でも卓球の場合100番ないじゃないですか。でも振り越されてても取れなくダメ、基本は続きしてもらってこう3球目でイメージあるんだけど、それは9割それを構えて、でも1割は振り越されるから、だってナックルで出してるから、こう万が一相手にバレたらそれ来るので、それを解体で待機してないから。今僕全く打ち合わせなし、はい、突然ノーモーションでバッて振り越しましたけど、はい、余裕でカウンター食らっちゃった、はい、そういうことなんですね。バスラッツあれミフスないよね。完璧でした、素晴らしかった。今度財産サーブバージョンに行きます、はいはい、これどうなるの、ミカさんの得意分野でいくと、はい、基本は考え方としては私どっちかというと下回転より上回転を得意なので、はい、まあ、下回転は多分打てないわけじゃない、うん、だけどロングの方が例えば回転だったりミードだったりそれが得意だから、それを活かせたいので、はい、フリックしてもらうようなサーブを出すんです。逆に、はい、だけど、はい、だけど思いっきりフリックはできない、はい、取れないから
あのだから思い切りフリックできないようなサーブを出してもらって、はい、まあ、なんとかこう、でも続きしづらい、だけど軽くフリック、そこをあの速いボールつなげていく。なるほど。ちょっとじゃあフリックしてみます、はい、じゃあこれで。これ早いボール、ちょっと待って、まあ、バックにしても階段でこう待って、ちょっとじゃあバックにも、はい、なんか10個いや、なるほど。これが自分得意なものだから、まあ、逆に、まあ、下回転でこう狙う時もミドル打ちとかする時もあるんですけど、一番大事なのはお互いにいいところを生かしていくの で自分の中で下回転もできるんだけど、以上一番得意技は階段なので、まあ、その階段を生かせたいから、あのそれをレシーブしてもらいたい感じのサーブを出してる、はい、もしただフリックさせたいだったらナックルでもいいじゃないですか、はい、でもナックルだとボールのサイド横を取りながら、はい、あのコースを振ることができるので、はいはい、要は結構フェイントをしやすいんですよ。だけどちょっと横が入ってるボールになってるので、面を開かないと横取られちゃうとあっちこっち行っちゃうから、そうです、そうです、自分がいろいろ変化つけづらいの でもしナックルサーブに出すと、例えばだけど縦で続きも来るじゃないですか、うん、あの切れてないけど以上下回転なので、うん、ナックルでも回転ゼロじゃないから、選択肢がある、そうだからフリックする可能性あれば続きで帰る、うんうん、その続きを避けたいから、うん、だから逆に続けない、続きしたら高くなるようなボールを仕掛けて、ダイミンさんのボールの出し方がちょっとこう、はい、こうやってやるんですよこうやってやるから、はい、払ってきてみたいな感じなんだけど、横入ってるから、はい、簡単には払えないなっていう面出しちゃうんで、はい、そうです、多分バレバレですよね、はい、そうです、もうフリックくるのバレバレですよね、はいはいはい、そういうサーブを出して次3球目を狙ってるから、そういうサーブお願いしてた、そうです、もう一回フォアでいいじゃん、はい、早いなるほど、基本はこれは速いボールの方が得意、うん、なので相手をとりあえずスピードで相手を押してで、それで自分のパートナーをこう3球目、ね、ちょっと動かしたあとはこう3球目決めていく、うん、でも今この両方どっちに来ても私はスマッシュしてないですね、そうですね、あのパチンとかじゃないですよね、あの速いボール速い打球でね、つなげていってる感じです、ちょっと強めのブロックというか、はい、はい、そうです、そうです、だからそれが解体に違いがある、解体、はい、完全にパンでブラック止めてしまうとやっぱやられるパターンがあるから、スピードで相手を押したいので、うん、後ろに押さえたいから、あこれもし、はい、男性の選手で、はい、これがちょっとチキータっぽいボールが来ても解体できる、解体で待って、ちょっと一回軽く、はい、おー、はい、余裕でなるほど、男性選手が利用して男性選手はよくこれチキータ使ってるのは必ず長いサーブを混ぜていくんですよ、チキータやろうとしてるような感じで長いサーブを本当そう、嫌だね、そこ、うん、だからそこを嫌だから早く入れない、ありがとうございましたありがとうございましたまた見てね、再见。